皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は福岡県北九州市ですね。筑豊電気鉄道の筑豊電鉄線ですね、黒崎駅前駅に来ております。今日はですね、この筑豊電鉄線ですね、終点の筑豊直方駅まで乗車してその光景を撮影します。どうぞご覧ください。運賃表がありますね。ここが黒崎駅前駅ですね。ずっとですね、はい、目的地の筑豊直方まで440円ですね。時間は3、40分で行けるようですね。だいたい日中は15分に1本ですね。でそのうち2本が終点の直方まで、で2本はこれは仲間と読むんですかね、筑豊仲間途中までですね、行く便ということで、まあ30分に1本ということですね。終点まで行くのは1日乗車券的なのはないようですので、ここで乗車券を買っていくみたいなので買います。この横は黒崎バスセンター、まあ大きなねバスセンターになりますね。黒崎駅前駅をゆっくりと出発しました。釣りかけ駆動の独特のモーター音が心地よいです。筑豊電気鉄道線は福岡県北九州市八幡西区の黒崎駅前駅から福岡県の尾形市の筑豊の尾形駅までを結ぶ筑豊電気鉄道の鉄道路線です。路線距離は 16km で、期間は標準期の 1435mm、 紀州天駅を含む駅数は21駅、全線複線、全線直流 600V、 計測方式は自動計測式、最高速度は 60km 毎時です。筑豊電気鉄道線は路面電車型の車両を使用していますが、本路線は全線が鉄道事業法に準拠する鉄道です。筑豊電鉄線は路面電車路線である西鉄北九州線が乗り入れるために建設された路線なので、車両や駅設備などが路面電車基準で作られています。福岡県北九州市八幡西区熊西町目にある熊西駅に到着しました。黒崎駅前駅行きの電車とすれ違いました。電車はゆっくりと熊西駅を出発しました。熊西駅は以前は西日本鉄道、西鉄、北九州線との分岐駅でした。西鉄北九州線はかつて西日本鉄道、西鉄が福岡県北九州市内で運行していた軌道路線の総称です。北九州本線、戸畑線、枝光線、北方線の4路線がありましたが、いずれの路線も2000年、平成12年までに全廃されました。電車は左にカーブして国道3号線を越えていきました。電車は間もなく福岡県北九州市八幡西区萩原1丁目にある萩原駅に到着します。萩原駅は相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で無人駅です。駅のすぐ横の踏切は警報機も遮断機もない第4種踏切道となっています。筑豊電鉄線では従来全ての列車に車掌が乗務していました。しかし2016年3月のダイヤ改正により、あっさ
夕方ラッシュ時以外の時間帯で3000系と5000系電車による列車を対象にワンマン運転が開始されています。福岡県北九州市八幡西区あの尾1丁目にあるあの尾駅に到着しました。あの尾駅から次の森下駅の間は山手通り沿いを走行していきます。線路の右側には清田の森北九州ゴルフコースが広がっています。まもなく福岡県北九州市八幡西区森下町にある森下駅に到着します。森下駅で黒崎駅前駅起点 2.8km の地点になります。森下駅から次の今池駅まではほぼ一直線です。車体を揺らしながらかなりのスピードでかっ飛ばします。福岡県北九州市八幡西区里中2丁目にある今池駅に到着しました。今池駅は福岡県立法筑高校の最寄り駅になります。次の駅はエイノマル駅と言います。エイノマル駅は難読駅名です。福岡県北九州市八幡西区里中1丁目にあるエイノマル駅に到着します。この辺りはかつては入り江だったそうで、その入り江にエイノマルという船が来ていたことがエイノマルの地名の由来とされています。福岡県北九州市八幡西区三ヶ森1丁目にある三ヶ森駅に到着しました。三ヶ森駅の2020年度の1日平均乗降人員は1870人であり、これは筑豊電鉄線の駅の中では黒崎駅前駅に次いで第2位です。電車は筑豊の尾形に向けてけたたましい音を上げて進んでいきます。福岡県北九州市八幡西区春日台5丁目にある西山駅に到着しました。西山駅は小高い山の切り通しの中に駅があります。西山駅と通り谷駅の間で北九州市八幡西区から中間市へ変わります。福岡県中間市田が1丁目にある通り谷駅に到着しました。通り谷駅の近くには銀行や商業施設が多くあります。東中間3丁目にある東中間駅に到着しました。黒崎駅前駅の5000系新型車両とすれ違いました。福岡県中間市東中間1丁目にある筑豊中間駅に到着しました。筑豊中間駅でかなりの乗客の方が降りました。中間市は福岡県の北部にある人口約4万人の都市です。筑豊炭田の炭鉱の閉山などで一時人口が大きく落ち込みましたが、その後北九州都市圏にベッドタウンとして再生しました。福岡県中間市土手の内2丁目にある希望が丘高校前駅に到着しました。希望が丘高校は駅から徒歩約5分にある私立の高校です。高校の所在地である土手の内から年配の方中心に
土手港の愛称で呼ばれています。希望が丘高校前駅を出て間もなく中間市から再び北九州市八幡西区に入ります。北九州市八幡西区楠北3丁目にある筑豊勝木駅に到着しました。筑豊電鉄の楠橋車庫が右側に見えてきました。北九州市八幡西区楠橋下方3丁目にある楠橋駅に到着しました。笹尾川に架かる橋梁を渡っていきます。福岡県北九州市八幡西区小屋の瀬1丁目にある新小屋の瀬駅に到着しました。九州市八幡西区小屋の瀬5丁目にある小屋の瀬駅に到着しました。小屋の瀬駅と次の女の駅との間で北九州市八幡西区から福岡県の尾形市へと変わっています。福岡県の尾形市大技難波にある女の駅に到着しました。人口約5万5千人の都市です。筑豊を構成する自治体の一つが飯塚市、田川市と並んで筑豊三都に挙げられます。福岡県の尾形市大技難波にある岩田駅に到着しました。運河川に架かる橋梁を渡っていきます。61km で福岡県嘉麻市の馬見山、弓名元を発し筑豊地方の平野部を流れて福岡県北部の響灘へと注ぎます。恩賀川に架かる橋梁を渡ると間もなく終点の筑豊の尾形駅に到着します。筑豊の尾形駅は福岡県の尾形市地区1丁目にある筑豊電気鉄道線の終点駅です。筑豊電鉄線の筑豊の尾形駅から JR 福北豊線の尾形駅までは約 800m 徒歩で約10分の距離です。筑豊の尾形駅に到着しました。なかなかこれスリリングですね。筑豊の暴れ馬って感じですね。路面電車のようで路面電車のないじゃない筑豊福岡の電車に乗車しました。そしたらね、取材これで終えます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。筑豊の尾形駅かっこいいな。